シャイニー、デミン、歴代彼女を紹介。兵役中にうつ病悪化の真相は？シャイニーといえば、韓国だけではなく、日本やアメリカなど多くの国から支持されている4人組アイドルグループ。2008年に SM エンターテイメントからデビューし、先輩グループには、東方神起、スーパー、ジュニア、少女時代。後輩には、エクソ、レッドベルベットなど、韓国だけでなく多国籍のアイドルが所属しており、前線を走るアイドルたちでもあります。アイドル活動だけではなく、ソロや俳優活動、モデルや他のグループの兼任など、いろいろな活動を一人一人が行っています。もともとは5人グループでしたが、メインボーカルのジョンヒョンさんが自ら命を落としてしまったこともあり、活動を心配する部分もありましたよね。しかし現在もとても仲が良いグループとしても有名です。今回はシャイニーのマンネ末っ子であり、スーパー M でも活動しているテミンさんの歴代彼女とうつ病悪化の真相について調べてみました。テミンはどんな人？テミンさんは1993年生まれの2022年8月現在29歳です。デビュー当初は15歳という年齢で、シャイニーではマンネ末っ子になります。性格は天然、努力家で人見知りをするのだとか。特にメンバーからは天然すぎて物をなくすことが多く、マジックハンドと呼ばれることも。デビュー当時は歌があまり得意ではなく、メインで歌うことも少なかったそうです。それが悔しくて声が出なくなるまで歌の練習を重ねていました。そのためプロ意識がとても高く、ダンスや日本語を話すことでもその努力家の部分を見せていますね。そしてとても内向的な部分もあるようで、メンバーとも打ち解けるまでに時間がかかったそうですよ。そのため多くの友人を作るよりも信頼ができて長く付き合うことを大事にしているようです。こういう関係では友情パディングス、ペディングスというグループがあるそうです。このグループの名前の由来はパディング、ペディングから来ています。韓国語でジャケットという意味があり、テミンさんが7人にオリジナルジャケットを送ったことからファンが名付けました。メンバーは BTS のジミンさん、ホットショットのティモテオさん、ビックスのラビさん、元ワナワンのハソンウンさん、エクソのカイさん、そして一般人の方7人でできています。旅行やご飯に行くほどプライベートでも仲がいいことで有名ですよね。特に BTS のジミンさんとはとても仲が良く、テミンさんの方が先輩ではありますが、努力家でダンスが得意という似ている部分が多くあり、お互いとても尊敬しているそうです。テミンさんもある番組で才能のある人物で誇りに思っていると語っています。テミンの歴代彼女を紹介。そんな魅力いっぱいで後輩から慕われる兄貴肌のテミンさんは、どんな女性と交際してきたのでしょうか。ここからはテミンさんの彼女と噂された女性を紹介します。 A ピンク、ナウン。1人目は元 A ピンクのナウンさんです。ナウンさんは2022年4月8日に A ピンクを脱退し、現在は女優として活動しています。ナウンさんはアピンフの顔で、グループ内でもひときわ目立つ存在でした。テミンさんとナウンさんが噂になったきっかけは、韓国のリアリティ番組私たち結婚しましたです。2人はこの番組で8ヶ月の仮想結婚カップルとして出演しました。番組内で本当にキスするのではと思うようなシーンが多くあり、美男美女でお似合いだったことから付き合っているのではと熱愛報道が出るほど注目を浴びていました。その後お揃いの指輪をしているなどの疑惑までもが浮上し、熱愛説が加速することになったのです。この反響の凄さから、公式でナウンとは放送終了後からは会っていないとコメントが出されるほどに。このことから2人の交際は事実ではなかったようです。日本でも同じ番組があり有名ですが、ドキドキシーンを見た視聴者が交際を疑ってしまう気持ちもわかる気がしますよね。元 FX ソルリ。
2人目は元 FX のソルリさんです。テミンさんとソルリさんは同じ事務所に所属し、同じ中学校出身で、テミンさんが一つ先輩になります。中学時代からとても仲が良く、2人で学校から事務所まで歩いて行ったり、お茶して帰ったりなどもしていたそうですよ。その様子をファンに撮影され、ソルリと付き合っているのでは？という噂が出回ったようです。しかし、2人とも交際を否定したため恋人関係ではなかったようです。中学生でデビューしていたので、喜びや苦しさをお互い共有していたのかもしれませんね。ソルリさんは2019年10月に自ら命を落としており、テミンさんにとっては仲のいいソルリさんや同じグループのジョンヒョンさんとも悲しい別れ方をしてしまいました。テミンの好きなタイプは？テミンさんと噂のあった2人とは交際の事実はなかったようですが、テミンさんは一体どんな女性が好きなのでしょうか。テミンさんの好きなタイプは、一緒に趣味を楽しめて信頼ができ、黙ってついてきてくれる普通の子がタイプのようです。テミンさんはその中でも信頼というものを大切にしているようです。相性が良さそうと言われても、信頼関係を築かなければ仲良くなることは難しいです。僕の心を開くには10年は必要ですよ、などインタビューでも具体的に語っていました。やはり狭く深い関係を大切にしているからこその言葉ですよね。内向的で人見知りなテミンさんらしいですよね。テミンのうつ病悪化について、皆さんはテミンさんがパニック障害とうつ病を患っていることをご存知でしょうか。2021年5月31日にシャイニー最後の兵役メンバーとして陸軍訓練所に入所しました。基礎軍事訓練を終えた後、軍楽隊として服務を続けていました。軍楽隊とは、国家行事、軍隊の式典などで演奏活動を行う音楽隊。テミンさん以外に東方神起のユンホさんや、シャイニーのオニュさん、キーさん、俳優のパクボゴムさんもここで服務を行っていました。しかし2022年1月14日に SM 公式でテミンが1月14日軍楽大隊から補充役に編入となったと発表しました。突然のことに日本でも多くのファンが心配し、 Twitter などでもトレンド入りするほど話題になりました。テミンさんは入隊前からうつ病とパニック障害を患っていたそうですが、いつ頃からなどの詳しい情報が分からず、気がつかなかったファンも多くいるのではないでしょうか。パニック障害の症状としては、めまいや動悸、息苦しさなどがあり、多くの K-POP アイドルの活動休止の理由にもなっています。アイドルの頃からこの症状に悩まされていたとすると、辛い日々を送っていたことでしょう。その様子も見せず、明るく振る舞っていたテミンさんは本当にファン思いですよね。服務生活中もうつ病とパニック障害の治療を継続的に行っていっていたようです。しかし兵役中は一気に情報が減るため悪化した原因も詳しくは分かりません。現在も軍生活を送っており、2022年11月に除隊予定です。この予定は軍楽隊での国務を終えた場合であり、テミンさんの社会服務要員は他の軍生活よりも服務期間が長いため伸びる可能性があります。社会服務要員は免除と同じ形に扱われ、軽く見られる場合がありますが、兵役の義務と社会活動補助の両方を行うものなので大変ですよね。しかし韓国ではあまり良い印象を持たれません。特にスターになると兵役逃れと言われ、イメージダウンにつながってしまいます。悲しい現実ですよね。テミンさんには元気な姿で戻ってきてもらうことがファンの願いですね。まとめ、今回はテミンさんの歴代彼女とうつ病悪化の真相について調査しました。中学生から芸能界という大変な社会に入り、たくさんの挫折や苦悩を乗り越えながら活躍するテミンさんは本当に責任感が強いですよね。テミンさんの人柄に応援したくなった方もいるのではないでしょうか。
除隊後には元気な姿を見せてほしいですね。ご視聴ありがとうございました。